はい、こんにちは、山城と申します。さあ今日はね、これ、12月30日のね、令和元年のね、お昼なんですけど、まあ、11時半ぐらいか、12時前ですね。さあね、名古屋の方に、ね、あのターミナルのやつの最後の撮影で南風屋に行こうと思ったんですけど、まあ見事にそこに名古屋駅も止まってて、もう出発するみたいなんですよね。とてもじゃないけど、ここから準備とか間に合わないので、まあ、せっかくなんでね、ちょっとこの辺り見ながら、準備していこうと思います。まあ多分次20分ぐらいしたら来るのかな、次の列車が。今日はここ止めてますけど、塩浜の駅前でね、ここ面白いですね。屋根付きのところもあるんですね。あんまりちょっとナンバーたことしたらあれですからですけど、屋根付きってあるんですね。まあ、特に今日なんか雨なんでね、なるほどな。そう、なかなか雨の日の撮影難しいんですよね。あの私ね、普段全然傘を差さないんですよ。多分ね、これカメラがなかったらこれぐらいの雨だったら私傘差さないんですよ。ですけどね、さすがにカメラがあるとね、濡れちゃいますよね。カメラ濡らすわけにいきませんからね、差すんですけど、そうすると片手が塞がりますからね、結構いろいろとやりにくいなというところはありますけど、まあこればっかりしか仕方ありません。まあ、あと鉄道の場合は乗ってしまえばもう、ね、いいですからね。で、まあ多分傘をまた忘れてきそうですけど、私よう傘忘れますね。さあ、じゃあね、とりあえずね、名古屋駅行ってバシッとね、取ってきましょう。よっしゃ。校内は昨日撮りました。前回ね、そう、あれね、週末フリーキック買った駅ね、改めてここから乗ろうと思いますよ。急行区の12時6分までかかるらしいんで、まあ、ちょっと時間に余裕ありますんで、15分ありますからね。今のうちにね、今回の工程をもう一回念のためお伝えしておきましょうか。昨日、おととい朝の5時半に、近鉄横浜駅朝の5時半に出ました。で、まあそれでずっと行って、一番最初はその前にここで買ってますけど、24日に塩浜まで買ってます。を借りてますけど、で白塚に行った。白塚で乗り換える電車ね、普通列車に乗って乗り換えて石中川に行って、で石中川からそこから、まず宇治山田行ったか、ね、宇治山田に行って宇治山田のところを取ってね、でそこからそのままずっと鳥羽の JR のねターミナルを移して、で、柏島に行き、柏島から特急に乗ってストーンと、大和八木に、大和八木で乗り換えて笠原神宮に、笠原神宮に一応、標準機のターミナルとこれが端っこを移して、まあ端っこないですけど、でそこから、吉野に行き、吉野のターミナルを移して、なんかロープウェイに乗って、なんか能天大臣ですよね、あそこの階段ね、片道440段を、降りてきて、上り下りしてきて、でもう一回くーっと戻って、今度は尺度に行く、特急で行きますよね、尺度に行く。尺度から、五瀬線の上で五瀬を見て、ね、五瀬の近鉄と JR の間をね、ふらふらと歩く商店街を見て、で、そこからまた戻ってきて、古市から、そのまま乗り換えて、今度、河内長野に行って、中を、ブライトして、でなんかいろいろ唐揚げとかね、あとマグロ屋さんのマグロ専門店でなんかアナゴを買いましたよね。アナゴと同じかとんかつを弁当で戻ってきて、で道明寺に行き、道明寺から柏原から歩いて片下から、そのまんま大阪の上本町に行き、
で、あのそれぞれね、ターミナルところを通って、ね、柏だとね、あとあそこ、道明寺もありましたよね、ターミナルになったところがあったと。うん、で、大阪難波に行き、難波からは、こっそり JR を使って、阿部の天王寺に行って、大門寺の隣、ことですぐ近く、阿部の橋に行って、橋弁橋を通り、で、そこからまたずーとーんとずーっと通って、もう一回橿原神宮前に行って、そこから、普通電車に乗り換えて、笠縫い、笠縫いに行き、笠縫いの近くの満喫に泊まり、で、翌日そこから俵本までポッと一駅移動して西俵本のターミナル取って、そこからとちゃんと取れてないけどな、そこすぐ飛び乗ってましたね。で、新王寺に行き、新王寺から王子の間をくるくると散歩して、で、そこからそーっと行って生駒に行き、で、生駒からとーと先にどっちや、鳥居前かケーブル乗りましたね。先にとケーブルに乗って、ケーブルでね、上に乗り、これね、これ一緒の風になってますけど、宝山寺から別のケーブルに乗り換えるんですね。そしたらね、で、それで、生駒山城まで行き、生駒山城でね、絶景トリップ映しましたね。で、それを見て、生駒山城遊園地でしまった、生駒山城遊園地、相当エモい感じでしたけどね。で、そこからまた戻ってきて、生駒に戻り、そこから次は崖なら富ヶ丘崖としてね、乗り換えて崖なら富ヶ丘に行き、そこからもう普通に折り返して、なんかおしゃれな街でしたね、なんかおしゃれな街でした。で、生駒に戻り、で、生駒から、長田の方に向かってね、まあ、ここを使って電気みたいになってましたね。で、こっから次に、どうしたんやっけ、長田から、あ、そうか、そのまま大阪地下鉄で一つ隣まで行き、宝でしたっけね、で、そこから JR の東大阪線に乗って次に行ったら、ここか、春徳道まで行き、春徳道から普通列車に乗り換えて河内山本に行き、河内山本からまた乗り換えて、茂山口、ね、に行ってターミナルを取って、そこからまたケーブルカーでしたっけ、ケーブルカーでしたね、に乗って高安山まで登り、で、高安山をして、で、また戻ってきて、次、山口からずっと戻ってきて、河内山本から、今度は南の方にストーンと降りて、もう、再サイドか、八木に行き、で、八木から次、ここで、平畑に来て、平畑から天理行き、天理のターミナルを見て、で、また戻ってきて、そのまんま、京都急行か、で、ストーンとこっから京都に行き、この辺りからだんだんグラグラになり始めて、京都からも特急使ってそのまま奈良に戻り、ね、で、奈良の町で天下食べたりね、まあ、いろいろと見てまいりました。すごい人でしたね、奈良も。京都もすごい人でしたけど、当たり前って当たり前ですか。でね、で、奈良から、特急の方からかなと思ったけど、うまいこと特急もなかったから、とりあえず山西大寺に行き、特急に乗れず、で、結局そこから急行なら乗り継いで、快速急行とかで、大和焼きから快速急行とかで、スーッそのまんま伊勢中川まで戻ったのか。で、そこから、まあ、普通列車などを乗り継いで江戸橋やら行って、江戸橋から急行に乗ったんでしたっけ、で、白子まで行き、いやその伊勢若松まで行き、伊勢若松から乗り換えて平手町を取って、もう早々に切り返してそのまま切り返して、伊勢若松からまた、四日市まで戻り、そこから、終電ね、あ、これは終電じゃないか、四日市から湯山温泉まで行って、そのまま折り返しの終電の湯山温泉を始めて四日市に帰ってくると。改めてこういう全部で、まあ、端っこの駅は全部行こうって言ってるんですから、当たり前ですけど、今のところ、この四日市から北と、これね、西大寺から、奈良線の西大寺から、布施の間か、ここ以外は全部通ったんですね。そう考えると相当な、ほぼほぼ全線制覇に近いような形ですけど、まあ、今回は全線制覇やるんでね、ターミナル都市法が目的ですからね。通れましたね、3日目もちゃんと通れました。よかったよかった。こんなことやってるから3日目は通車番組って言われたらどうしようかと思いましたけど、
よかったです。ちゃんと船渡しでも3日目使わせてもらいました。塩販売ってもね、構内に よくあるんですね。パンの自販機だったんだけど、販売終了してたんですね。残念ですね。発車します。扉が閉まる。しょうがないけど。名古屋駅中と大阪駅中高が出発する号砲でしょうか。いや違いますね、多分お昼、ちょうどお昼の12時なんで、お昼のサイレンなのかな。ちなみにね、ここはね、町屋の間もね、何せこの、ね、研修車庫がありますからね。これよくね、近鉄もね、鉄道祭りなんかでもね、使われますよね。結構古線のね、電車とか、いろんな車両が置いてあるんですよね。あそこにもそうですね、補正用の車両でしょうね。あ、いますんで、比較的、てっちゃんだが、フラット見とったら楽しいと思います。何が面白いところね、近鉄のね、横にはね、貨物のターミナルがあるってことですよね。あの貨物駅のね、これ JR ですかね、こっちから先は。まああの今ね、あの線路の幅が違うんでね、慣れこなところに行きなりますけど、昔はこれ線路の幅が一緒だったんですよね。名古屋線は東京を使ってましたから、その長いらしいですね。でまあここから先、まああとはね、あのこの国もうドカンとそびえるね、コンビナートありますから、そちらの方にこの責務やつはそうですね、特に、運んでいくやつと、まあここには来ないですけど、白浜には来ないですけど、千歳の方にはね、あれね、あのセメントね、くじばらのセメント工場のね、関連の、やつが、来ますんで、あっちの方には、そのね、セメント用のコキでしたっけね、が来ますね。これは何ですか。まもなく4番乗り場に名古屋行き急行、うん、名古屋行きの急行が6両編成で参ります。もう来ましたね。危険ですから黄色い線までお下がりください。停車駅は四日市富田桑名八富蟹江です。でもですね、この駅で急行が特急を通過させるんで、あの四日市駅から特急に乗っていこうと思うような人には向かないかもしれませんね。座れると本当楽ですからね。よっしゃ、やっぱりちょっと見てしょ。塩浜、塩浜です。4番目は名古屋駅。名古屋駅に着きました。やっぱすごい人ですね。あんまないな、川行きで運用なんてあるんですね。まあでもこうやって改めて来ると名古屋駅も広いですよね。まあ、ということで、これね、今回の目的ね、はい、来ました。ターミナル、はい、ターミナルということでね、今回これで5つ。見てきましたね。ということはこれでとりあえず近鉄のターミナルの全制覇と、いうことですね。ちなみに、
思ったよりも多いな。ちなみに、ね、この場合は京都と逆ですよね。京都はこっち側が、なんて言ったらいいのかな、こっち側が特急専用になってて、ずーっと行ってこっち側が一番端っこが普通列車の専用ですけど、逆でね、こっちの右手の方からね、この端のところからね、向かって右手の方から、特急、ここ特急で急行、奥が準急普通と、いうような方向になってますね。これも面白いですね。奈良はどっちやったっけ？奈良もそうですよね。左手の方が、特急でしたよね。意外とそんな違いがあるんですね。ここは上本町はどうやったっけ？上本町は、まあ、ほぼほぼ上に特急は来ないですけどね。だからここからね、そのままね、新幹線とかで乗ってきますからね。まあ、大抵名古屋の友達と待ち合わせするんでね、外に出るんですよね。いやー、すごいですね。いやー、年末ですね。皆さんお休みなんですね。すごいな。本当だ。まあ、大丈夫です。まあ、とりあえずね。とりあえず、何ですかって、ターミナル駅制覇、これはね、とりあえずね、これの動画でね、終わりたいと思いますけど、まあ、ちょっと、アホ新しい、あまり、好きなところがないですからね。ここだと、ダンプなんで、ダンプが怒られますね。あちらに出てます。ここね、降車口の方がとりあえず落ち着けるんで、まあ、ひとまずね、これでね、これでね、とりあえずこの動画で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。